わっしーだっすー。皆さんちょっと見てくださいよ。これね、拠点がね、今現在未完成なんすよね。それでね、この拠点未完成なんですが、今ね作ってたんすよ。これこことこことここの3人で作ってたわけなんですよ。僕はデバフでございます。だけどね、わざわざ攻撃してくるやつがおるんすよ。これ戦闘レポート見てもらうとわかるんですけど、わざわざ攻撃してくるんすよね、これ。そんでね、相手左が相手なんだけど、損失になってるんじゃないですか。だけど、殲滅、めちゃめちゃ強いじゃん、これ。相手。一回で100万人以上倒してるわ。で、僕たちは3人で100万人ぐらいね、入れてたんすけど、これいかんね。相手損失になったのはいいんだけど、もうやられてますね。で、左が相手のバフで、右が僕のバフなんですけど、他の方とかは僕より強いんですよ。で、これ多分ね、拠点に建築入れてる時って攻撃来るのは知ってたんですけど、僕はね、それぞれのバフで受けることになりますね。応決みたいな感じで、個人のね、最高の一番最初に応決を出す人のバフになるとかじゃなくて、これは攻められる時はね、個人のバフで個人で受けてるような形になるんで、建築入ってる人ね、バフが弱い人だったらやられちゃいますよね。やられやすいですよね。で、相手 T12 がいたんで、めちゃめちゃ強いじゃないですか。やっぱり T12 入れてると殲滅数めっちゃ上がりますね。特に暴走の T12 めちゃめちゃ強いじゃない、これやばない？これびっくりね。 T12 こんな強いんですね。1万人ぐらいで、何？ 16 万人ぐらい倒してんの？すげえじゃん。やばいね。で、あと他にも入れてますけど、やっぱボートと暴走ばっかり入れてるね。そのぐらい入れてますと、やっぱこのぐらいの殲滅いくね。なかなかちょっと防衛が難しいんじゃないかなと思うんですが、結構バフもね、差があって、やっぱ僕と比べると1200バフぐらい違うんだよね。それがね、他の人と比べてもどのぐらい違うんだろう。700とか800バフぐらい違うんじゃないかな。それで防衛側なんですけど、防衛側がモンスターさんが入ってましたね。モンスターさん T10 入ってる。僕たちはね、多分 T11 とか T12 がないんじゃないかな。それで翔さんも入ってましたよ。だけど僕たちは負傷なんでね、まだいいんだけど、負傷でもワンパンでこんだけいかれるとちょいと悲しいっすよね。ちょいと悲しいっすね。3人入ってたんすよ、3人。僕と翔さんとモンスターさんが入ってたわけなんですけどね。で、僕がこんだけ入れてましたよということで、マックス部隊入れてましたね、僕はね。マックス部隊入れてて、全部負傷になっとるじゃないですか。これちょっとワンパンだときついね。ワンパンでこんだけいかれるのきついっすね。あとね、中身がこういう風になってたっていうのはさっき紹介したんですけど、バフもね、こういう風になってるんですよね。暴走特化で結構来てるじゃないですか。中身編成相手の見るとね、ボートと暴走ばっかりだと思うんですけど、ボートと暴走結構強いですもんね。で、僕は右側で 563% マックスで、そんだけしかないんで、やっぱり1200倍ぐらいね、ちょっと差があると、えらい違うんすよ。全然違うんすよね。まあ、その他にも、なんかね、戦闘敗北ってあるんだけど、ずーっとね、戦闘敗北とか偵察とかあるんだけど、まあ、こんなもね、タイルキルばっかりですね。バンバンタイルキルをね、やられまくるんで、まあ、お返しが必要じゃないかなと思いますね。やられた分以上にタイルキルバンバンやったろうかなと思いますよ。もうね、やばいぐらいやったろうかなって僕はね、考えてますね。こいつらとりあえずガチャガチャにぐちゃぐちゃにしたろうかなと思ってますよ。なのでとりあえずやられた感じであるんで、今これ回復させなきゃダメじゃないですか。回復もさせておかないとダメじゃないですか。はい、回復する資源もいりますよね、これ。うわ、地味にいるな、これ。だいぶいるね。21万人回復させようとすると資源結構いるんすよ。紙幣かな、紙幣が 13.2M もいるんだってよ。結構いりますね。あと弾薬が 2.4M と合金が 566K って書いてありますね。結構ね、紙幣使うんすよ、紙幣。これほんとね、回復させるのに紙幣が結構かかるんで、まあ、このぐらいはね、紙幣は貯めといた方がいいんじゃないかなと思いますよ。僕もね、ある程度一応用意してるんすよね。これ建築したいために
貯めているわけなんだけど、こうやって攻撃された時にすぐにね回復できるようにある程度はね取っといた方がいいと思いますよ。皆さん使わずにねある程度使いたいなっていうのもあってもある程度紙幣は取っといた方がいいんじゃないかなと思います。あとこの辺採取してるやつは全部 T2 なんですよね。全部 T2 の車両なんでやられてもいいと思います。皆さんもう知ってますよね。採取は全部すべて T2 で T2 の車両で採取するということでおすすめなんで、めちゃめちゃおすすめなんでね、これやられても痛くも痒くもないし、資源集めてくれる量がね一番多いんで T2 の車両で資源の採取はやりましょうということですね。はい、ここの拠点はもうとりあえず取り壊しでいいと思います。はい、ここはもう撤去でいいと思いますね。はい、ここはもう撤去でよろしいです。はい、なくなりました。またねどっちみち攻撃されると思うんで、狙われてね、なかなか多分ね拠点を一気に作るっていうと3人とかじゃなくてもっと人数がね多い人数でわっと強いチンピラさんだけ入れてみんなでね一気に作るのがおすすめなんですよね。本当はね、本当は3人とかじゃなくて他のメンバーさんとかも入れてくれたらそれ早いと、作るのが早いということでございますよ。皆さんね組織の拠点とか早めに作りたい人いたらレベルね、チンピラさんのレベルがなるべく高いやつを優先的に入れて大人数でねみんなでわって一気にやった方が短時間で作れますんで、こういう感じにならずにねもう作れている状態だと思うんですよね。そうすればね2時間とかそのぐらいかな、1時間半とか2時間ぐらいですかね、多分そのぐらいできるんじゃないかなと思いますよ。はい、組織の拠点なくなりましたけどまた違うところに作ろうかと思います。はい、仕返しこれね、この拠点に攻撃も来たやつもそうなんですけど、その他の仕返しもねバン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 やったろかなと思いますよ。どん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 ねいろいろと攻撃も来てますんで、がっつり攻撃来てるから、あ、これからね仕返しやったろかなと思いますよ。タイルキルも調子に乗ってバンバン来られてるんで、タイルキル死ぬほどやったろかな思いますよ。マジでこれでも勝ってぐらいねやったろかと思いますよ。それで仲間の方とかもねタイルキルどんどんやってほしいですね。タイルキルどんどんやってほしい理由は、病院が溢れたらタイルキルでも負傷じゃなくて損失になるんで、実際にタイルキルもすごく有効なので、まあ皆さん本当にタイルキルめんどくさいとかじゃなくてできればやっていただけると病院のね数とかねマックスになりやすい、溢れやすい、そして敵も資源を使ってまあどん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 回復させていくわけなんで、資源も減っていくわけなんですよ。加速も使わせるわけなんですよ。だからタイルキルガンガンやっちゃいましょう。別荘の攻撃もねもちろんやっちゃいましょうということで、皆さんがっつりこれから戦っていきましょうということで、ご視聴ありがとうございました。